平野くんの素顔とは、驚きの過去から未来への挑戦まで、彼の多彩な一面に迫る。平野くんは金プリのメンバーだったので、雑誌などの仕事をしている人たちから引っ張りだこだったと言っていました。テレビ局や広告からも数多くの誘いがあった。元金プリの平野はデビュー当時から雑誌やメディアから引っ張りだこだったという。テレビ局や広告からの誘いが絶えず、彼の人気は頂点に達した。 しかし、平野はオファーを頻繁に断っていたと噂され、エピソード全体が霊遇の一例とみなされていた。しかし、この噂に反対する意見もあります。平野さんは多忙を極めるそうで、アレルギーや膝、腰の痛みを抱えながらも、ライブに向けてダンスのレッスンや原稿の打ち合わせなどに熱心に取り組んでいるという。 オファーを断ったこともあったが、水面下ではスタッフが仕事と健康のバランスを保つために適切な調整を行っていたのかもしれない。今のとべでは、以前とは違い、一度に一つの仕事に集中することができます。これまでのように、ライブ、テレビ、ドラマ、バラエティ、雑誌のインタビューなど、テトリスのようなスケジュールではなく、従業員は自分に合った仕事を選択し、無理せず新しいことにチャレンジする必要があります。 コミュニティの視点を持ち、自分が選んだ仕事に込められた思いや葛藤を理解し、忙しい日常の中に見え隠れする真実に迫ることが大切です。私たちは彼の笑顔の裏にある努力や苦労に焦点を当て、単なるアイドルとしての枠を超えて、人間としての努力と努力に敬意を示す必要がある。また、コミュニティ全体が彼の成長と変化に共感し、 彼がどのように成長していくかに注目するとともに、彼が将来引き受ける新しい仕事やプロジェクトを楽しみにしていることも重要です。平野選手が自分のペースで仕事ができる環境が整ったことで、平野選手の新たな一面が見られることを楽しみにしていますし、一緒に仕事をすることで地域の連帯感も深まります。諸君には今後も新たな挑戦を楽しんでほしいと思います。仕事の幅も広がり、 スケジュールの制約も緩和された今、自分のペースで様々な分野に挑戦し、コミュニティやイベントにどのような新たな影響を与えてくれるのか、とても楽しみです。彼の個人的及び職業上のストーリーの舞台裏を見ると、彼の多様な側面がわかります。それぞれの経験が彼の芸術と才能にどのような影響を与えたのかという背後にある物語は、ファンやコミュニティにとって興味深いものとなるでしょう。 最後に、平野選手がこれからも健康で充実した生活を送り、新たな挑戦をし、地域に新たなエネルギーをもたらしてくれることを願っています。彼の今後の活動がファンだけでなく、コミュニティ全体にどのような影響を与えるか楽しみです。